種は、メス以外はいらないというふうに思ってたんですけども、どうしてもですね、これは欲しいなという個体がありまして、ついですね、ポチッと行ってしまいました。以前にですね、お譲っていただいたゆいパパ様なんですけども、前回ですね 82.5mm と、83mm ですね、ヤスコング様の、幼虫羽化の個体と、ガル様の、の親種からの、子ですかを、譲っていただいたんですけども、今回もですね、同じく、ガル様の、の、成虫をですね、ゆいパパ様がブリードされまして、立派にですね、羽化させたという個体が、こちらでございます。はい。で、今回はですね、ちょっと今までよりもちょっとさらに少し大きくなってですね、こうですね、今回は84ミリを、譲っていただきました。同じガルスガル様の1321の、10ですね。で、なんとメスはシマ様ですね。すごくトップブリーダーの、血を引く子ということになります。こちらですね、見えるかな。ゆいパパ様はですね、今期 の、 ブログをいつも拝見させていただいてるんですけども、もうすでに1本目で、40g 超えの幼虫がですね、6頭出てるということで、とんでもない、ビッグな幼虫がですね、すでに、始まっていると。もう本当に、このままいくと、ギネス取ってしまうんじゃないかなというぐらいの勢いで、幼虫はですね、すくすく育っていると。まあ、当然親も、ガル様っていうですね、超ビッグな、ブリーダーさんなんですけども、まあ、その方からの個体を、しっかりとですね、きめ細かな管理で、されていることで、当然こんだけ大きいですね、幼虫が、出てきたというふうに思います。はいはい、これが、84mm、 超スーパー元気です。超元気ですね。はい、見えない一瞬顎が麻痺してるのかなと思ったんですけど、大丈夫そうですね。超かっこいいですね。84ミリとなると相当でかいですね。
紹介は、このぐらいにしてですね、本題はですね、よいしょ、こちらです。はい、今日も、始まりました。家族がですね、寝静まった頃に、今期はあの詰め作業が、行っているということで、大変眠い毎日を過ごしております。で、今回のこのですねボトルです。1400のボトルなんですけど、こっちはちょっとあの以前、紹介させていただきました A ちゃんさんですねから譲ってもらったボトル。何しろこれが、ツイッターの虫とものです、F わらさんから、譲っていただいたボトルです、ね、すごく貴重でですね、あの大変助かっております。はい、ありがとうございました。この場を借りてご了承させていただきます。またあのツイッターの方でもよろしくお願いいたします。で、今回あ の禁酒は、この間まではですね、経産園さんの、大平竹を詰めてたんですけども、今回は、ようやくですね、まあ、私の発注が遅かったんであれなんですけど、富永きのこ園さんの S5 と S4、S3 ですね、S5 を使ってるので S5 と、5ブロック、S4 が3ブロック、 S3 が2ブロック、ちょっと疑問形です。確かそんな感じだ。全部で10ブロックですね。あのクール瓶の関係で、2つになってます。はい、これをちょっと、冷たいなというふうに思います。まあ誰しもですね、こんな開けるのは当たり前なんですけど、まあこんな感じで、これ全部 S5 ですね。あ、 S5 の S44、S31 ですね。 S3 がまだちょっと2本ぐらい残ってたんで、まあ、それは使えるんですが、やっていきたいなと。まあ、これを詰めていきたいと思います。はい、ですね、今日はあの1400を、6本と、800を、6本ぐらいですかね。まあ、多分1ブロックで、1400が2本と800半分ぐらいですかね。なんで、で800だけだと多分4本ちょうど4本ぐらいですかね、取れるのがね。なんで、まあ、その数ですね、やっていきたいと思います。どんどんですね、だいぶ私の、幼虫たちも食い上がりが激しくてですね、食い上げが激しくて、もうかなりやばい状態に、正直になってます。このままいくと、縮んでしまうんで、頑張ってですね、詰めて、早くですね禁止が回るように、やっていきます。まず S5 ですね。はい、まあこれ始めだけやって、あとはもう出来上がりまで飛ばすんで、こういうのつまんないですもんね、正直。こんな詰め詰めしてる動画なんて多分面白い人はそういないかな。まあ、多分まあ同じく詰め詰めしてる人は、この人はこういう風にやってんだって、まあ、多分あまり変わらないと思うんですけど、まあ、このぐらいかな。普通の人が多分見ても多分2分もしないうちに他のチャンネルに回されてるんじゃないかなという、ね、感じがします。S5 ですね。私がおそらく経産園さんの禁止ブロックでの中で経産園さんの次に、使ったのがこの S5 ですね。S5 をよく使う理由としては、一つ私が尊敬しているですね、ガルさんですね。
が、S5S5S3 というリレーで、成虫を羽化しているというところがあって、まあ、真似てるだけなんですけども、はい、まあ、そういうところは真似できても、個体までは真似できないんで、個体以外で真似したいなというふうに思ってやってます。まあ、それ以外でですね、ペアリングとかですね、そういったところも、ガルさんの、ホームページ見ながらですね、勉強させていただいてます。ありがとうございます。まあ、こんな感じで、やっていきます。で、 S5 はですね、私が思うに S3 よりも、結構柔らかいんですよね。ふわっとしてる感じがあります。はい。で、 S4 はもう少し粗いというか、形がですね、もう少しトゲトゲしいような感じの品種だと思うんですけども、まあ、その間かな、計算園さんのふわふわした品種と、S3 の間ぐらいのような感じ、何言ってたこいつと思うかもしれないですけど、私的にはなんかそんなような、感じがします。はい。で、割と好きです、この、計算園さんのと同じようにですね、なんかちょっとふわっとした感じの、禁止ですね。なんかよく食べそうだなみたいな、前にも言ったんだけど、俺がクワガタだったら絶対計算員さんだなっていうのと同じようにですねこのエスゴも美味しそうだな、クワガタだったんですね。クワガタじゃないんで食べないですけど、ちょっとこんな感じで、詰め詰めします。よし、ほぐしが終わったんで、詰めていきます。この後ダイムを詰めたんですけど、ダイムはなんか詰めれば詰めるだけなんか入っちゃうような感覚で、気がついたらなんか900センチ近かったんですよね。で、800のボトルもちょっと固めに詰めたらすぐ600超えちゃってて、で、まあ3800g、3800cc?まあ、なんで、4本半ぐらいで切れたのかなかなーなんて忘れてます。なんかいつもより水分が少ないような気がしないでもないですね。なんかいつものよりちょっと水分が少ないような気がしないでもないです。850ぐらい切ったかな。850かな。よいしょ。よし、なんか2本と801本いけましたね。800ちなみに570ですね。ゆるいのかな。まあいいです。はい、ということで、今日は全部6ブロックですね、詰めました。 S4 が、1403本と、808本、あとプリンカップ1個
で S5 が、1405個と、804本と。 S5 の方はちょっと里子でですね、結構親種大型ですねがいるので、もしもの時のために、1400を集めておきました。はい、あとS4 と S5 半々余ったやつですね。 S5 と、S3 だったら S8 になるんですけど、これは何になるんですかね。まあこのまま使わせていただきます。まあ、こんなところですね。はい、うまくつまらない動画だと思うんですけど、以上です。アンキロン TV でした。ぜひコメントですね、いろいろください。ではまた。